はい、皆さんこんにちは、ワンダリクルビジです。では今回はギレンの野望青き星の覇者、こちらのプレイをしていきたいと思います。まあ、ただプレイするのではなくてですね、今回はこの青き星の覇者アンガイ縛りでプレイをしていきたいと思います。まあ、アンガイは皆さんご存知の通りですね、水陸両用偵察型モビルスーツということで、まあ、ランク的にはかなり低いモビルスーツになるんですけども、前回はねマクベでプレイをしたんですが、今回はガルマで、しかもこのアッガイ縛りでプレイの方をしていきたいと思います。シナリオはすでに進めてまして、アッガイがね、全部隊配備できる状態まで進めています。なので全部隊、アッガイですね。ご覧のように。すべて、アッガイで固めきてきています。これで、なんとかね、頑張っていきたいと思います。で、序盤はおそらくアッガイでも十分に戦えるのかなと思うんですけども、まあ、後半はね、相当きつくなるんじゃないかな、というふうに思っています。なので、まあ、前半はサクサク、後半は頑張って、なんとかアッガイでね、それこそパーフェクトジオンとか、そういった強機体と戦っていくことになるんじゃないかなと思います。じゃあ早速ね、アッガイで戦っていきましょうか。では、カムチャッカエリアにアッガイ、全機出撃です。で、すでにですね、まあ、ガルマで、シナリオの方はだいぶ進めているという状態でですね、まあ、いわゆる、ホワイトベースのイベントとかもこなしてまして、まあ、ホワイトベースのイベントでですね、まあ、ガルマが史実通り、シャーの策略にはまって、ホワイトベース隊に撃たれるっていうね、そういうシチュエーションに持っていくとですね、イセリナがその後指揮を取って、ホワイトベース隊に、まあ、弔い合戦を挑むっていう、そういうイベントゲームもありました。まあ、今回ね、それだと、アッガイ縛りが立ち行かなくなってしまうので、まあ、史実通りの展開にはせずにですね、ガルマは、あくまでも地球方面軍司令として全体を見た、戦いを進めていくという形にしています。でちなみに、アンガイのスペックはですね、まあ、この後見ていただくことにしようかなと思うんですけど、やっぱり水陸両用モビルスーツなので、敵をできるだけ、それこそ水中の中にね、引きずり込んで、戦っていくっていうのがね、理想かなというふうに思ってます。おぉ、ここはすでにガンキャノンが配備されてるね。まあ、案外なんで、いくらやられてもいいというのはあるんですけど、部隊がね、全滅してしまって、マップ攻略ができないと先に進まないんでね。そこだけはしっかりやっていければいいかなというふうに思ってます。いや、硬いな。ここまで来るともうガンキャノンは、即死させられるほどの強さはもうないですね、アッガイでも。まあ、だからガンダムとかと戦った時にどうなるのかっていうね、心配はありますね。まあ、このまま、アッガイでね、まだこのマップは戦えると思うので、サクサク進めていきます。はい。これで敵のね、部隊壊滅させましたので、このマップクリアになります。やっぱりまだね、案外最新駅扱いに近いので、敵をね、サクッと攻略できているかなという状況ですね。ガルマ閣下調査の結果、カムチャッカの敵部隊は寒冷地など特殊環境下での運用試験を行っていた連邦軍の試験部隊だと判明しました。我が軍の侵攻により撤収の機会を失い、そのままカムチャッカに潜伏していたようです。うん。連邦がね、モビルスーツを配備するのも、まあ、時間の問題だということなんですけど、すでに先ほどガンキャノンとね、交戦しましたからね。で、AP8000 ポイントを使えばガンキャノンが使えるようになりますということですが、8000ポイントはさすがにないわ。ここは、アッガイだけで行くのでね、まあ、どちらにせよあまり関係ないところではありますけど、では、兵器の改良計画と、将兵の連続規模についてですね。まず、一つ目のですね、兵器の改良というのは、アッガイの改良です。アッガイしか使えないんですけど、アッガイしかね、使えない状況の中で、アッガイを強化していくしかないので、アッガイを強化しましょうというね、この提案を通していきましょう。で、この青き星の覇者はですね、5人の地球方面軍の大佐、合議制でね、次の作戦内容とか、それこそ何を強化するかとかっていうのが決まりますので、この合議制をうまく、コントロールしていくというのがね、すごく大事になってきます。では、このまま、アッガイの強化、通していきましょう。
はい、案外の改良計画通しました。 5% なんですけどね、この 5% がそのうち効いてくる時も来るんじゃないかなと信じて、案外 5% の改良成功しています。ではモビルスーツのね、性能をちょっとご紹介しておきましょう。まず案外なんですけども、ご覧のような性能になってますね。耐久53、限界53、移動後、制圧後と。で、水だけ適正が丸ついています。すでに改良しているので、改良のところだけね、ちょっと明るくなってますけども、改良している状態だと、スペック値 5% 上がるという内容です。じゃあこれを見ていただいた後ですね、まあいわゆるじゃあザク2を見ておきましょうか。ザク2の、まあ、J 型がいいかな。ザク2の J 型でこんな感じですね。だからまあ、アガイとザク2っていうのは非常に近しい能力だと思っていただければと思います。で、まだこれくらいしかモビルスーツ出てきてませんけども、これよりはるかに強いのが、ゲルググであり、ガンダムであり、そして、パーフェクトジオンとかね、そういったところになってきます。まだ、ここまではね、敵も味方も弱いモビルスーツしかいないので、戦えていると思いますので、今回もね、北京攻略サクッと進めていきましょう。はい。ここもね、あっさり敵倒しています。まあ、ガンタンクが出てきて、ガンタンクが少し硬かったんですけども、まだね、アッガイでも十分に、楽に戦えられるという状況でした。敵軍の殲滅に成功です。東アジアは、我が軍、つまりジオンの支配下に置きましたということですね。では続いて次のプレイに移っていきましょう。地球全土の約半分がね、ジオンの支配圏に入りましたということで、次の作戦目標オセアニア、まあ、つまりオーストラリアですね。ここをじゃあ攻略していこうということになると思います。で、まず、ニューギニアに上陸、その後、オーストラリアに向かうという内容ですね。トリトン基地攻略に向けて、新たに、要員も補充されたと。シュタイダー、カミンスキー、ガルシア、ストロース。まあ、これは、いわゆるサイクロプス隊の4人ですね。この4人を、しっかり、このね、ガルマ隊の中に取り込んでいきましょう。で、キシリア閣下直属の特殊部隊。マッチモニードがグラナダ基地より派遣。お、姉上直属の部隊。てんてんてん、はてな、ってなってますね。我が軍に同行したいとの要請です。任務の性格上、こちらの指揮下には入れない。まあ、特殊部隊ということからですかね。まあ、ここは、マッチモニード隊の同行を許して、まあ、戦力になってくれれば一番いいですけどね。二つ議題ありますね。将兵の転送希望は、ガルマの下にね、まあ、パイロットを増やしたいということと、あと二つ目、ランバラル隊の派遣についてはちょっとわからないな。これは確認していきましょう。作戦部からの提案。内容は、ランバラル隊の派遣についてということで、連邦軍の戦艦木馬。これは未だ健在であり、我が軍の支配地域を移動、各地で損害をもたらしています。この木馬を放置しておけば作戦進行の妨げになるとして、作戦部から木馬追悼作戦のプランが提出。これにランバラルを派遣しようという案か。いや、ランバラルは出したくないな。これランバラル出すと、イベントでイベシする可能性があるので、ランバラルは出さない。出さない派に行きましょう。ここをね、まあ、ランバラルを、今、ガルマの下にいるので、このままガルマの下で働いてもらいたいと思います。はい。これでね、ランバラル隊を、ホワイトベース隊にぶつけるという、その作戦プランは止血しました。では、ニューギニアからオーストラリア方面に向けての攻略戦、進めていきます。今回もね、まだまだ頑張れると思うので、サクサクっと進めていきましょう。で、ちなみにですね、案外に関しては 5% の改良を入れてるんですけど、これさらにね、5% に 5% を被せるっていうことができないので、もう今のこの、まあ、案外の性能でね、頑張らなきゃいけないという状況ですね。ここは対処してみましょう。で、補給なんですけども、まあ、案外しか使えないのは間違いなくそうなんですけど、まあ、
母艦ですね。母艦に関してはアップグレードをしていきましょうか。今だとギャロップが使えるようになっているので、ギャロップを要請して配備していきましょう。これで少しでもね、戦えるようになってくれればいいのかなというところですね。01部隊から06部隊まで、全部ギャロップに変えていきます。で、ギャロップに変えたら、艦長もしっかり変えて、そして、ニューギニア方面に出撃させていきたいと思います。はい。ニューギニアの攻略はサクッと完了してます。で、この後はですね、サイクロプス隊新しく地球に派遣されてきているということだったので、そのサイクロプス隊のメンバーをね、ガルマの部下として引き抜いていきたいと思います。例の街モニード隊について気になる報告、確認していきましょう。マッチモニード隊の通信を傍受した部隊の報告によると、彼らの目指しているのは連邦軍トリトン基地の核兵器貯蔵施設である可能性があるようです。ほう。核兵器の貯蔵庫。そもそもトリトン基地にそんな、施設が存在するとは、ガルマも知らなかったということですね。現在情報部に連絡して真意を確認しています。マッチモニード隊が知っているというのは不可解。まあ何かが隠されている。まあもうすでに核が隠されていると。いうことだと思いますけどね。で、そのマチモニード隊は我々との通信を一切断っているということか。では、これね、マチモニード隊に先んじて、トリトン基地をね、制圧するというのが必要そうですね。で、そのためにビッシュ注意を派遣しようということですね。では、ビッシュ注意を派遣しましょう。グラナダにね、確認しても、キシリアにうやむやにされる可能性があるので、ビッシュ注意を派遣して、このマチモニード隊を止めましょう。では、幹部会議こなしていきます。では、トリトン基地の進行ルートについてですね、考えていきたいと思います。予想以上に強固な防衛ラインが敷かれているようだということで、その進行ルート2つ。西回りで防衛ラインを突破する内陸ルート。中央部のアリススプリングから西部のパースに進行して制圧。比較的防備の薄い西側からトリトン基地を攻略する。海沿いの迂回ルート。これはね、もう完全に海沿いの迂回ルートですね。我々のモビルスーツは、水陸両用なのでね、海沿いで戦った方が明らかに有利だと思うので、東側のルートを、海沿いルートで行きたいと思います。はい。海側のルートね、ウォルターと二人だけでしたけど、強行で、採択することができましたので、海沿いのルートで、トリトン基地を目指していきます。では、出撃してまた蹴散らしていきますね。このマップからどうだろう、敵もモビルスーツ、出てきてそうだし、何よりも部隊数が今まで4だったものが、5とこういう形で、明らかに数が増えてますね。単純に数が増えているというところなので、無理押し、力押しだけじゃない戦い方というのも必要になってきそうなので、まずはね、海沿い、水中に敵を誘導していきたいと思います。ここでね、連邦の方も本格的にモビルスーツを戦線に投入してきてますね。ジムクラスでね、モビルスーツも数は多くないので、まだまだ大丈夫だと思うんですけど、ここは一つね、敵のモビルスーツとアッガイが戦っていくとき、どれくらい味方に損害が出るのかっていうね、一つの指標に、できるかなと思いますので、ちょっと皆さんと一緒にご覧いただこうかなと思います。攻撃していきます。ムッツのアッガイが、まずはね、攻撃を仕掛けて、敵の反撃を受けて、
先制攻撃をした方が格闘を入れられるっていう仕様です。なので原則先に攻撃を仕掛ける、先制攻撃を仕掛ける方が圧倒的に有利ですね。で、格闘攻撃で反撃ができるのは1列目だけです。2列目3列目の人は反撃ができない、まあ、そういうゲームのシステムになってますね。まずはここは勝利で飾っています。では次のマップに進んでいきたいと思います。木馬についてですね、依然健在、我が国の支配地域を移動中と、ランバラル隊のね、派遣は阻みましたからね。木馬のモビルスーツを森林に誘い込み、ワッパで肉薄し爆弾を装着した部隊があった。これ完全に自爆攻撃に近いですね。で我々の方はというと、ビッシュ中尉よりマチモニード隊を発見したという、まあそういう報告ですね。停止と同行を求めたところ、激しく抵抗したためやむなく撃破した。逆に撃破していいのかな。言ってもね、キシリア配下の部隊なんで、当然、キシリアがね、命じたことだと思うんですけど、それをガルマが撃破したというね、形ですね。トリトン基地には確かに核貯蔵庫があったと。さらに核兵器も封印されている。それは連邦でも最高機密。その情報をマッチモニード隊は知っていたということですね。うん。まあ、ここは、グラナダに情報の紹介、まあ、つまりキシリアに確認すると、結局同じことになりましたね。占領地行政の整備についての議論になっています。地球の半分を制圧している中で占領地の行政体制はまだ整っていない。依然として駐屯部隊の裁量に任されているのが現状ですと。まあ明確なルールがないということでしょうかね。これらの状況を鑑みて、軍政部から提案されているのが行政機構の整備、統治の効率化に関してになります。予算が必要になりますがということですね。占領地からの収入増加が見込めるでしょうと。これはね、特にする必要ないかな。結局AP ポイントがいっぱいもらえるよっていう話ですけど、まあ、正直言って AP ポイントはいらないので、案外しか使わない。すでに案外入り済みなので、もういくら AP ポイントもらってもその AP ポイントの使い道がね、全くないので、もうこれはね実行しません。占領地なんかどうでもいい、まあ、そういうね、対応にしていきましょう。まあ残念ながらこの政策は失敗してしまいましたので、まあ占領地行政をね改革するという方向に流れました。まあどちらでも正直言っていいので、ここはあまり気にせずいきましょう。では次のマップ進んでいきます。ベリントン攻略戦です。まあ、こんな形でね、今敵を海岸沿いに散開して迎え撃ってるという感じですね。基本的な戦い方はやっぱりこういう形で、まあ水辺、あるいは水中、こういうところでね戦っていくっていうのがこのアッガイで、この先、まあステージが進んでいって難易度が上がってきた時のね、必須攻略になるんじゃないかなと個人的には思ってます。敵のモビルスーツのね、まあ相性が、まあ、水中で悪い、まあ少なくともね水中用のモビルスーツでなければまあ三角ぐらいだと思うので、我々の方はね、水陸両用で水中丸ついてるんで、まあ、そこでね、マップ地形上の有利性を取って攻略を進めていければいいのかなというふうに思ってます。はい、ここもね、難なくクリアしているので次のステージに進んでいきます。さて、マチモニード隊の状態ですね。彼らの独断によるものであり、突撃機動軍司令部は一切これに感知していない。つまりキシリアは預かり知らないということですね。まあ、これは本当かどうか怪しいけどね、事態が露見したので切り捨てたということもあるのかなと思うんですけどね。ではトリトン基地攻略進めていきたいと思います。ではトリトン基地攻略です。敵
敵もね、だいぶ強くなってきているんじゃないかなと思うので、まあ、冒頭からお話ししている通り、この案外に有利な場所、まあ、つまり、この水中マップでね、敵を迎え撃とうというふうに思います。まあ、本来だったら、これもね、何度かお話ししてると思うんですけど、先制攻撃を加えた方が、圧倒的に有利なんですけども、ここはね、あえて先制攻撃を狙い、かつ、それよりも優先して水中マップで戦うというね、戦術を取っていきたいと思います。こんな感じでね、絶妙なところで敵が止まってくれると、こちらで先制攻撃できるんですが、ここはランバラル隊が先制攻撃を受ける形になってますね。これは敵のジムの格闘を食らってアッガイが撃破されましたね。前衛のアッガイが全滅か。このジムごときっていうとね、まあ、すごくジムに失礼な言い方になりますけど、このジム相手に、まあ、今ね、前衛のアッガイが3機ともやられるという状況を見ると、この先のマップ、相当苦労しそうですね。まあ、ただ、増援とかね、要求できるんですよね。他の軍団長に増援とか要求できるので、まあ、そういうものをね、うまく活用するかどうかっていうのは、この後の、まあ、攻略状況によって決めたいと思います。まあ、結果的に案外縛りじゃなくなるだろうっていうね、ご批判もあったりすると思うので、まあ、慎重に難易度を見ながら見極めていきたいと思います。では、トリトン基地の攻略完了です。ジークジャンと。ということで、これでオーストラリアもね、我々の勢力圏内に入れたというところですね。で、このオーストラリアの被害状況がすごいよね、ということで、まあ、ここは確かにね、コロニーが落下して、シドニーが壊滅、消滅、シドニー湾っていうね、大きな、湾が人工湾なのかな、できてますしね。まあ、被害はね、甚大だということだと思います。さて、報告。トリトン基地にて連邦軍の核兵器貯蔵サイロを発見。これを接収。例の核兵器貯蔵庫かということでね、いざこざがありました、その核兵器貯蔵庫なんですが、南極条約及び連邦軍との合意に基づき、終戦まで封印されることが決定しています。で、イセリナだ。イセリナと通信だな。なかなか連絡できなくてすまないな。ちなみにですね、今の核兵器イベントなんですけど、マクベ編だと核兵器の封印を解いて攻撃に使うっていうね、選択肢が確か用意されていたと思います。ガルマ編だとそういう選択肢そもそも出てこなかったですね。いや、イセリナこうやって見ると可愛いよな。全然可愛いですよね。ニューヨーク市長の確か娘さんかなんかだったと思いますけどね、設定上は。これで、イセリナとの絆がまた、深まったと。まあそういうイベントなんですかね。これで、次、どこ攻略に進むのかもちょっと忘れちゃいましたけど、まあ当然ね、南米ジャブロは残ってますし、ベルファストとかもまだ残っていたかなと思うので、もうそういったところの攻略がね、この後待っているのかなというふうには思います。さあ、イセリアとのイベントを終わって、情報部からの緊急連絡。中身確認しましょう。連邦軍のマドラス基地及びベルファスト基地に、かなり大規模な部隊が集結。を総反攻の準備を整えているということでね。では、今回はですね、一旦ここまでにさせていただいて、次回、このアッガイ縛りプレイ、次あたりからね、本格的に苦しみながらのプレイになると思うので、皆さんのね、お知恵なんかもお借りしながら、プレイの方を続けていければいいかなというふうに思っています。